大谷翔平、43号は確信のグランドスラム。エンゼルス大谷翔平投手が、本拠地でのレイズ戦で2試合連続の今季43号、メジャー通算170号本塁打を放った。2番 DH で出場し、2回の第2打席で右越えに満塁弾を放った。投手としてローテーションを1回飛ばしている中、打者として存在感の大きさを見せつけた。ア・リーグでは2位に大差をつけて本塁打王争いを独走している。チーム123試合目での43号はシーズン56本ペース。自己最多、日本人最多は21年の46本だが、これを大きく超えるペースを維持している。エンゼルスの球団記録はトロイ・グラースの47本で、記録更新は堅いペースだ。レイズ戦での本塁打は今季初、1試合2発だった昨年5月9日以来通算9本目。本拠地での本塁打は通算98本目。節目の100本に残り2本とした。やっぱすげえよ大谷さん、甘い球だったとはいえ、しっかりがっつり捉えての満塁弾、相手ピッチャーも打たれた瞬間しゃがみ込んでしまうような強烈な当たり。やっぱり疲れの影響あったのかな、ベースが戻ってきましたね。56本塁打を超えるかどうかはともかく、なんとかワールドチャンピオンになってほしいものだ。ダルビッシュも野茂の記録を超えたし、大谷も松井の記録を超える。メジャーを投手として、長距離打者として切り開いた先人の日本人たちは、悔しいというより超えてくれて嬉しいだろうな。これで一気に4打点。打率はさすがに厳しそうだけど、本塁打王と打点王を取っていただき、文句なしの満票 MVP で最高のシーズンになればと思います。本塁打で3打点以上は久々だから、ファンとしてはめちゃくちゃ気持ちいいね。ここ数日、大谷さんも得点圏での凡打が目立っていただけにこんなに気持ちのいいことはないね。ここで打ってくれたら打点もつくし嬉しいと思っていたら打った瞬間それとわかる大当たり、さすがスーパースターだ。今年は50ホームラン行ってほしい。振り抜いた姿かっこよすぎ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。